当選スターダムは、日本の競争馬。場名の意味は、冠名スターの座。主な勝倉は2014年のキサラギ賞、チャレンジカップ、2017年のトゥーラックハンデキャップ、エミレーツ・ステークス。2012年7月9日のセレクトセールで、島川高也によって2億5000万円で落札された。10月20日の京都競馬場。 芝1800メートルの二歳新馬戦でデビュー。竹豊を安城に一番人気に応えて勝利を飾った。2戦目の京都二歳ステークスは後方から差し切って2勝目を挙げた。2月9日のキサラギ賞は2番人気に支持され、一番人気のバンドワゴンをゴール直前で差し切り、頭差で重勝初勝利を飾った。続く、サツキ賞は3番人気に支持されたが、 直線のビアグに11着に終わると、続く日本ダービーでは5番人気に指示されたが、直線でナイラチに当たり大きく減速。16着に敗れた。秋もクラシック路線を進んだが、神戸新聞杯7着、喫花賞8着と振るわなかった。続いて出走したチャレンジカップでは、後方2番手から最後の直線で足を伸ばし、前を行くデウスルトとフルーキーを、 首差差し切って、優勝、重賞2勝目を挙げた。オーストラリアに遠征し、初戦のランベットステークスは2着と、抗争する。続くクイーンエリザベスステークスは5着に敗れる。帰国後の2戦は惨敗するも、カシオペアステークスでは一番人気に応え解消。マイルチャンピオンシップは7着でこの年を終える。京都金杯10着、東京新聞杯9着と制裁を書いた。 その後2年連続でオーストラリアに遠征、クイーンエリザベス・ステークスに出走予定だったが調教中に発症した微出血のため同競争への出走を断念した。当初4月6日に帰国予定だったが、前年の豪衆遠征を高く評価したオーストラリアンブラッドストックがオーナー権利の半分を購入。4月9日付で JRA 競争場登録を抹消し、 そのままオーストラリアのダレン・ウィアー級車へ移籍した。休養を挟み、移籍後の初戦は GII のダット・タンチン・ナム・エスで4着であった。2戦目は2月25日、オーストラリア・コーフィールド競馬場で行われた GI のフューチュリティエスで C ・ウィリアムズ騎士機場6番人気で出走した。道中は4から5番手を追走し、4コーナーでは先行グループを射程圏に捉え、 直戦では一旦戦闘に立つも、同級者の GI4 カチウマ、ブラックハートバートに、わずか、花さかわされて2着となった。その後の GII の2戦は話に、5着と勝ちきれず、続いて迎えたのは9月2日、コーフィールド競馬場で行われた GI の m ム g s で、B 新機種起場、5番人気で出走した。道中は4から5番手を追走し、直戦では、 前が壁になる不利により追い出しが遅れ、終始先手を取っていた、ベガマジックを捉えられず、3着に終わった。続いて、GI のサールパートクラーク S に出走したが6着に、終わった。そして2週間後の10月14日、同じくコーフィールド競馬場で行われた GI の、トゥーラック H に D レイン機種機場、6番人気で、出走した。トップハンで 57.5kg で出走した。 当選スターダムは、中段からレースを進め、4コーナーでは、大外を回し、直線に入るとすぐに先頭に立ち、最後は2着のソブリンレーションに一番審査をつけ優勝。豪州移籍後7戦目で豪州初勝利を飾り、自身初の GI 制覇となった。中2衆を挟んで、フレミントンスプリングカーニバルの初日、ビクトリアダービーデーに行われる GI。 ケネディマイルに一番人気で出走したが発着に終わった。これまでは1600メートル以下の距離を使ってきたが、自走はフレミントンスプリングカーニバルの最終日に行われる GI エミレーツ S に連投で出走。合衆遺跡後発の中距離戦であったが二番人気に支持された。スタートで出遅れるも、道中は内側8、9番手を追走し、 直線では一旦前が詰まるも外に立て直し、ゴール前で一気に伸びて2着のハッピークラッパーに一番新反差をつけて優勝し、GI に勝目を挙げた。CF オーアステイクスは11着と大敗。続くフューチュリティステイクスは、ブレイブスマッシュの2着、ブレーミーステイクスは5着と勝ちきれないレースが続いた。4月7日のドンカスターマイル15着を最後に、現役を引退。 オーストラリアのウッドサイドパークスタッドで種ボバ入りする。2019年から2020年シーズンからオーストラリアビクトリア州のウッドサイドパークスタッドで種ボバ入りした。2020年に初年度産区が誕生した。ありがとうございます。